さて、ここでいいかな。これだよ。言っただろ、右手の僕に勝てたら本気で相手するって。それじゃあどうしても物足りなくてね。君のせいだよ。引き手を見抜いた洞察力、とっさの機転、何よりその成長力。君は全てにおいて僕の予想を上回っていた。そんな君と本気で競いたい、そう思ってしまったんだ。わがままに付き合ってくれて感謝するよ。じゃあもう遠慮はいらないね。来い。殺すぐらいのつもりじゃないと僕は倒せない。さあ君の本気を見せてくれ。いくぞ。注文時期を切る。これに耐えられるかい。さあどうするんだい。これに耐えられるかい。頼め。なかなかやるね。まさか。いいね、面白い。ベルトだ。なかなかやるね。はあ、ペルソナ大登場。行けロビンフット。やっと茨城ピカロ一戦。これに耐えられるかい。行けロビンフット。ヘルスラ大登場。これも予想以上だ。さすが怪盗団のリーダーだけあるね。こっちでももう僕に追いついてきてるか。まさか。でもこれ以上やったらお互い加減できないだろう。僕としては行けるところまで行ってみたい気もするけど、今は大事な作戦の前だ。それまでは君も大切な仲間だからね。用は済んだ。もう出よう。今日でまた君のことが分かったよ。共に戦う仲間として君の強さは本当に心強い。正直頼りにしてるくらいだ。そうだったら嬉しいね。付き合わせて悪かったね。少し気も晴れたよ。よし。ちなみにさっきの戦いだけど、最後までやったら僕に勝つ自信ある？君ならそう言うだろうね。正直に言うけど、僕は君が嫌いだ。その境遇で腐らない君が、僕を超えようとする君が、僕とは違う君が、僕は君にだけは負けたくないんだ。本当君って。まあいいや。
今日の勝ちは君に譲ろう。でも次は僕が勝つ。これがその証だ。西洋では決闘を申し込むとき、相手に手袋を投げる風習がある。相手が手袋を受け取れば決闘は成立だ。くれぐれも忘れないでくれ。君を倒すのは必ずこの僕だ。いい時間だね。今日はここまでにしようか。It's showtime! It's over. Stay still. Shooting to kill! I'm gonna bust loose. Losers! Like jumping? What? Kidding, pal! Here's your reward! Time for the big finale!